わうわうわ染みてるわ。うわめっちゃ合う。味が濃いのと、はい、パンがふわふわなのが、はい、絶妙のバランスですね。いやこれ今日感動やな。マジうまいです。さあ九条、九条に来ております。大阪市で創業の地だったんですね九条って。知らんかったな。九条ってまたいいですよね。なんかいろいろなんかお店がちょうどいいお店がいっぱいあるんですよね。こちらです。あこちらですか。山本コーヒー九条直売所。あなんかケーキセットもある。ちょっと入ってみましょう。よしこんにちは。あお邪魔します。いらっしゃいませ。えこれすごいいっぱい。そうか直売所ってあれこう喫茶店ではないのかな。でもメニューあったよな。あれここってコーヒー飲めますか。コーヒーもちろん飲めま す。はい。その前このいっぱい売ってますね。このお持ち帰りじゃない。そうなんですよ。コーヒー豆ではなくもういろいろなものを取り揃えております。へえ。こちらの山本コーヒー九条直売所は九条の地でおよそ50年営まれる人気の喫茶店。店内にはおよそ20種類のコーヒー豆が量り売りされており、コーヒー好きの人たちが足しげく通うお店。あえエスプレッソって、はい、エスプロッソっていう種類なんですか。豆の種類なんですか。豆の種類ですね。あそうなんだ。はい、なんかすごい濃い味っていうのがエスプレッソ。あ濃い味ですっていうことかと思ったら、豆がね、はい、アメリカン、こちらアメリカンなんです。比べて色が、はい、あ、本当だ全然違いますよね。香りがすごい。そうでしょう。香りがなんかすごい来る。よかったら。え、いいんですか。およかったら食べます。え、食べれるんですか。食べれない。食べれないんですか。いや、ちょっと待ってください。豆のことあんま知らないんで嘘つかれたらそのまま。いやでも食べてみて、していただいてもいいです。食べてみてもいいんですか。はい、お客様ね、たまにこう食べる人いるんですか。はい、手に取って豆を食べて、はい、で味を確かめらっしゃるお客様いらっしゃるんですよ。マジですか。ムツゴロウさんだけは思ってました僕。お手いただいて。いや、そんな。あもう数個お願いします。数個で大丈夫だと思います。いただきます。あ、でもいける。いい音しますね。あ、苦っ。なんか最初こういうおかきある、あ、おかきというか豆菓子あるなと思ったんですけど、あ、ちゃんと苦いな。うん、苦いです。え、じゃあちょっとエスプレッソも食べてみていいですか。はい。ムツゴロウさんは原稿書くのに寝たらあかんから、もう豆そのまま食べてカフェイン摂取してたらしいですよ。ムツゴロウさん。あ、黒っ。うわ、すごっ。全然違う。苦さ違います。全然違う。すぐ来る。すぐ来る。うわ、あ、すごいな。いや、面白いですね。おすすめのコーヒー、この中でですか。おすすめのコーヒーは、はい、セレクトブレンド、こちらになるんです。セレクトブレンド、はい、セレクトしてブレンドもしてるんですね。これが当店で今出しています。ブレンドコーヒーですね、はい、こちらのブレンドコーヒー直売所だけあってお値段もかなりリーズナブル。いただきます。お、何これ。ずるいですね。変な言い方すると、はい、最初コーヒーと思えないんですよ。後からコーヒーを出してくる。でもコーヒー、思ってるコーヒーじゃないですよね。でもすごい香りが後でパーンとなんか口の中で広がる感じとかはしますね、はい、しますけど思ってたんと違うこと言ってるな感
のリアクションでした、ね、値段はいくらですか。310円でですね。あ、安っ。え、いっぱい。はい、いや、安っ。え、しかもあの、これなんですか。はい、当店で飲んでいただいたらおかわりが自由なんです。え、なんで。びっくりしますよね、粋な計らいで。いや、粋な計らいですけど。コーヒーに合うお食事とかってあるんですか、はい、直売。あ、はい、そうですね、あのコーヒーだけではなくて、ね、あのサンドイッチとかトーストとか、そうですね、用意させていただいております。ちゃんとおすすめのコーヒーに合う。おすすめはね、あのミックスサンド。あ、ちょっとミックスサンドいただいていいですか。え、ちょっと待って。どういうこと、わからへん。え、そうなりますか。え、違う方がいいかな。え、ちなみにミックスサンド以外のおすすめって何があるんですか。ミックスサンドの以外のおすすめは、カルボナーラっていうトーストも、またちょっと。え、ってトースト。はい、あのサンドイッチではないんですけど、トーストの部類になっちゃうんですけど、カルボナーラっていうトースト。はい、スパゲッティじゃなくて。そう、スパゲッティをパンに、代わりにパン。じゃあカルボナーラいいですか。あ、はい、もちろんです、ご用意させていただきます。店員さんが自宅で作っていたものをメニューにしたというカルボナーラ風トースト。厚めに切った食パンをこんがり焼き上げ、カルボナーラソースをかけるだけというシンプルな一品。販売するや否や好評を博し、今では人気メニューとなったそう。うわうわ、厚切りで、ねえ、わ、染みてるわ。いただきます。おお、めっちゃ合う。よかった、めっちゃ合う。でも味が濃いのと、はい、パンがふわふわなのが、はい、絶妙のバランスですね。これ革命ですよ。いや、広めん方がええんかな、これは。ちょっと秘密にしときたい感じですね、このカルボナーラのパン。いや、こんなにおかわりのできるコーヒー店っていうのはね、やっぱり珍しいというか、おかわりってすればするほど満足度が高まるというか、お得な気分になりますよね。事故物件でも実は怪奇現象のおかわりっていうのは、おかわり現象があるんですよね。これはね、とある方から教えていただいた話なんですけれども、S さんとしましょうかね。この S さんはですね、まあ、借りた部屋っていうのが、ちょっと古めのマンションなんですけれども、まあ、すごい安いと。ただ不動産屋に聞いたところ、いや、そこはやめといた方がいいですよって、なかなか進めてくれないんですよね。いや、でも僕お金もないし、広いとこ住みたいし、ここがいいですって言って、結局そのマンション住み始めたそうなんですね。で、住み始めてすぐぐらいに、まあ、自分の部屋、何畳ぐらいのかな、8畳ぐらいで2部屋あるぐらいのマンションだと思うんですけれども、自分の部屋で寝てたら夢を見たらしいんです。その夢っていうのが、なんか廃墟の中を自分が歩いてる夢らしくて、その廃墟の中に入って廊下を歩いて、どこかの部屋を目指して歩いてる、自分がね、歩いてる、そんな映像が見えてくるらしいんですけど、途中である部屋の扉から黒い影がモヤモヤモヤって出てきて、ふわって自分の前を通り過ぎていった。で、おって夢の中の自分もびっくりするんですけど、そのままこの廃墟の建物の廊下を歩き続けるんです。で、とある部屋の扉の前で立ち止まって、その扉を開けた瞬間にパッと目が覚める、そんな夢を見たらしいんです。で、朝目覚めた時に気づいた、あ、今見た夢、今自分が住んでるマンションと構造が一緒だと。でも廃墟だったよな。だ、今住んでる自分のマンションが廃墟になった状態の廊下を自分が歩いて自分の部屋まで
たどり着いた、そんな夢を見てたんだなっていうことに気がつくんです。でその瞬間部屋の外の廊下が騒がしいと、何か騒いでるのは何だろうと思って玄関の扉開けて共用部分の廊下見たら、何軒か隣の部屋に警察が集まってるんですよね。で何かなと思ったら、どうやらマンションの住人が孤独死されてたんです。それで警察が集まってた、だから騒がしかった。それからしばらく経ってある日寝ていたら、以前見たあの廃墟の中を歩いてる夢もう一回見るんですよ。別の扉から黒い影がモヤモヤモヤって出て、ブワッと自分の前を通り過ぎた。そのまま自分は歩いて部屋の扉を開ける。その瞬間また目が覚めるんです。もしかしてって思って玄関の扉開けたら、また孤独死で発見された。これやばいな、この夢見たらマンションの住人死ぬぞと。また夢を見るようになるんですけど、この夢が今度はねちょっと今までと違うパターンの夢を見ちゃうんです。その夢っていうのが、自分が寝てるその部屋、今自分がいる部屋の間取りが一緒、全く間取りが一緒なんだけど全然違う人の部屋で、自分が目が覚めるっていう夢なんです。でこの夢を見出したら、これはもうしょっちゅうしょっちゅう同じような夢を見るようになる。ある時は、老人のご夫婦が住んでる、高齢者のご夫婦が住んでる部屋で自分が目が覚める夢だったりとか、ある時は女の子が一人で住んでる女の子の部屋で自分が目が覚める夢だとか、でこれ全部同じ間取りなんですよね。でこれは自分が今ここに住んでいる部屋の、以前住んでいたその前の前に住んでいた人たちの記憶の夢なんじゃないかみたいなね、そんなことをこう思い始めるんですけど、最終的にまた同じような夢見てパッて夢の中に目が覚めたら、自分の枕元におばあさんがこう正座して座ってると。でおばあさんの前には自分の部屋にはない仏壇がね置かれてある。でおばあさんが仏壇を指さしてこっちを見るんですね。で参道がない、参道がない、参道がない。でそのまま目を覚ます。これが全く意味がわからないそうです。このように変な夢、不思議な夢をしょっちゅうおかわりしてしまう事故物件もあったりするみたいですね。感想聞いてどうでしたか今の話は。笑われた。髪の毛ばっかり私見てた。髪の毛ばっかり見てた。髪の毛ばっかり見てたんですか。はい、すみません。髪の毛見てる間話入ってこない。シャンプー何使ってる。シャンプー何使ってるか気になった。すみません、本当に申し訳ないです。シャンプーはちょっと話がちゃんと入ってこなくて、はい、もうごめんなさい、髪の毛のせいで。しまったな、石鹸で洗ってきたらな。